あの車。よし、ルイジ、今日も二人でコースをクリアしに行こうぜ。そうだね、兄さん。ああ、そうだ、行こう行こう。おい、どうしたんだ、ルイジ。なんか調子でも悪いのか。いや、大丈夫だ、大丈夫だよ、大丈夫、全然大丈夫。いけるイージだよ。そうだね、行こう兄さん。今日も二人でコースをクリアしに行こう。よし、それじゃあ早速行くぞルイージ。そうだな、今日はどんなコースにしようかな。なあルイージ、どんなコースがいい。え、なあルイージ、おいルイージ、どうしたんだルイージ。ルイージ、大丈夫かルイージ。どういうことだ、調子が悪いんじゃないか。やっぱりよし、仕方ない。今日はとりあえずコースはいいとして病院に行こう。病院に連れて行くんだ。急げ急げ、大変なことになってる。えらいこっちゃ。よしルイージ、病院に着いたからな。もう少しだ、もう少し頑張れ。はい、では次の方どうぞ。よしルイージ、順番が来たぞ。すいませんすいません、弟が体調を崩して倒れてしまったんです。はいはい、では様子を見ましょうかね。まずね、どんな様子かな。はいはいはい、それでは容態を確認しましょう。え、なんかどっかで見たことあるような顔なんだけどな。もしかしてカメック？ああ、そうです、私はね、ドクターカメック。あのクッパにコキ使われてるカメックとは一緒にするんじゃありませんよ。ドクターカメック。なるほど、あのカメックではないんですね。じゃあちゃんと見てもらえるんですか。もちろんですよ。はいはい、まずは様子をね、確認チェックチェック。あー、はい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 、あーなんかすごいね。確かにすごい熱が出てますね。熱が、うん、ちょっとじゃあ熱を測ってみましょう。ではここにね、手のひらをピッとやればね、熱が出ますからね。はい、お願いしますよ。はい、ピッとね。ほら、ほらららら、ふわたたた、これはとんでもない。どうしたんですか、先生。ドクター、カメック、先生。いや、見てみなさい、あの数値を見てみなさい。ででん、88.8 度。とんでもない、とんでもない高熱ですぞ。どうすればいいんですか。こんな高熱、見たことも聞いたこともない。しかしどうすればいいんですか。弟のルイージを助けたいんです。どうにかしてください。そうだな、分かっておる。落ち着きなされ。私の知る限りではこんな高熱はあの毒沼の先にあるコースのあれを取ってくるしか。あれって何ですか。あれってあれだよ、なんかこうキノコだったと思うんですけどね。それがあればもしかしたら直せるかもしれません。取ってきますか。危険ですけどね、毒沼のコースは特にね。取ってきますよ、ルイジのために。その毒沼のコースに行って、そうすればルイジが助かるんですよね。 100% とは言えませんがね、それがあればもしかしたら治るかもしれません。とにかく 88.8 度なんてとんでもない高熱ですぞ。わかりました、マリオ。どんな危険なコースでもクリアする自信はあるので、そこに行ってそのキノコか何かわからない何かを取ってきます。行ってきます。おお、弟思いのいいお兄ちゃんですね。よかったね。はいはいはい、それじゃあね、あなたはねベッドでお休みしておきましょう。ルイジさんはね、はいはいはい、よし、ここだな。あのドクターカメックがおっしゃっていた毒沼のコースというのは、いや確かに毒沼は危険だからな。このコースの先にきっとルイジを助けるためのキノコか何かがあるはずだ。よし頑張ろう。とにかく毒沼は危険だ。一発だからね、この毒沼。大打物だよ。この色がまた毒々して怖いんですよ。そして前にいるのは花ちゃんか。花ちゃん、ごめんね、怒っちゃった。オッケー、スーパーキノコ、これで一発食らっても大丈夫だぞ。花ちゃん怒ってる？これじゃあ話聞いてくれないか。さすがにね、すいません。じゃあ他の人に。おお、のこのこ。なあ、のこのこ、この先に何か変わったキノコがあるって聞いてるんだけど、知らないか。変わったキノコですか。知りませんね、私のこの子ですが、ここ行ったり来たりするしかできませんからね。奥に行ったことありません。ああ、そういうことね。確かにそうだな。よし、じゃあとりあえず行くしかないんだな。聞いてもわからないんだったら行くしかない。わお、何これ、勝手に動く感じだよね。怖いな。おお、オッケーオッケー。そしてこっちにジャンプ。オッケー、危な、あれ下のやつなくなってたね。下に毒沼に落ちてたよな。パックフラワー。何ですか、パクパクしてるんですけど。そうだね、いやこの先になんか変わったキノコがあるって聞いたんだけど、知らないかなと思って。何言ってんすか、見たらわかるでしょ、パクパクしてるんですよ。ここでパクパクしてるのにその先に何があるかなんか知るわけないでしょ。パク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 。そうだよね、パクパクしてるだけだもんね。そりゃそうだ、ごめんね、パックフラワー。はいはい、じゃあ行こう、とにかく行こう。カロン、なあカロン、カ
カタ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 。そうだね、カタカタ言ってるだけだね。よし、とりあえず無視していこう。オッケー、50枚コイン。いやいいね、50枚コインはいいね。まあそれどころじゃないんだけどね、ルイジが危険なことになってるんだった。とにかく急いで行かないと。おっと、花ちゃん、花ちゃんはとりあえず怒らせないように。はいはい、おお、ファイヤー、いいね。さあそこに、あ、50枚コインある。ちょっとやっぱり50枚コインは取りに行かないと気が済まないマリオ。おお、いいねいいね。下にちゃんと床があるんで、これは楽勝で取れましたね。はい、じゃあ戻りましょう。さあ今度は上に行くかな。じゃあ、お、何これ、ワンアップキノコ、やった。ここなんか怪しい。なんもないか。これを回ってたんだね、ぐるぐる。オッケー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 よー、いいねいいね。ワンアップキノコっていいねいいね。ワンアップキノコっていいねいいねいいね。あ、そう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 だ、それどころじゃないんだった。ルイジが危険な目に遭ってるんだ。とにかくこの下に行くにはこのオンオフブロックで行けるのかな。おい、オッケー、おお、勝手に動くの。あたた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 た。そんなバカな、勝手に沈んでいく、そういう毒沼のギミック。いや危ないね。いや危ないってか、もうやられてますけど、とにかく行くしかないね。もう一回もう一回行きましょう。いやちょっとギミック怖いね。やっぱり毒沼は危険なんだよ。さあここら辺はね、もうとりあえずちょちょいと行っちゃって、ここにファイヤーフラワーゲットしてからの、はいはい、ゴー、ここだね。さあこれ乗ってからここでジャンプ。危なかったね。いや落ちる。ちょっと待って、もう一度あっちに行くってこと。あー、そういう感じ。あーあー、そういう感じ。やられました。はい、やられました。やっぱり毒沼は難しいんだよ。そういうことか。よし、とにかくあそこまで急いで行くぞ。さあ今度はね、しっかりこれに乗っていくんだね。一回沈むけどもう一回出てくるっていう、そういうギミックだったのか。これでバラバラにならないように。おっと、これは壁キックで行くってこと。あー怖い。おお、すごいタイミング。おっと、危ない危ない。オッケー、やった、中間ポイント、助かった。ここで終わりか。いやあれはちょっと毒沼船結構楽しかった。結構楽しかった。いやだってなんかこう上手くなった感じするじゃん。ぴょん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 いけてさ。ナイスマリオです。あ、最高。そしてなんか上の方にねスターがあるのを発見してしまったんで、行くしかないと思ったら50枚コイン。ラッキー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 マリオの、ラッキーラッキーマリオのファイヤーで、ラッキーラッキーイェイ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 、行こうぜ。さあ行きましょう。この先は一体何があるんだ。おお、土管、こんなもんか。もしかしてこの奥に言っていた、ドクターカミックが言っていた、え、ちょっと待て、これ毒沼上がってきてる、毒沼上がってきてる、毒沼上がってきてる。そういうギミックか。まさかあそこ毒沼が上がってくるギミックって、これ、あ、こうやっていくのね。普通にジャンプしていったけど、いやーすごいギミックだ。とにかくあそこはこの先は危険だな。急いで行かないといけないみたいだね。いやちょっと待て待て、毒沼が上がってくるのは聞いてなかった。ごめんよ花ちゃん、君を踏んでジャンプだ。そしてこっち、おっとこっち、もしかしてちょっとスピードラン的な感じじゃんこれ。危ない、毒沼がどんどん襲ってくる。おっと、いい感じで行ってる。みんな毒沼に、毒沼に飲み込まれるぞ。もうの飲み込まれ慣れてんのかな。オッケー、いけてるいけてる。そしてこっちか、矢印がある通りに行くんだな。おっ、ちょっと待って待って、10枚コイン。あ、ちょっと待って、取ってる場合じゃなかった。とにかく花ちゃんごめんよ、毒沼が来てるんだ。このマリオ毒沼に耐えれる術は持ってません。とにかくこっち、おー、なるほど、ファイヤーがあればいけたってわけ。毒沼来てる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 。まずい、これ、あ、このキノコ、このキノコ違うな、このキノコじゃなさそうだ、これじゃない、どこに行けばいいんだ。いや、まあまずい、これは下に毒沼来てる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 、間に合うかな、これ間に合うか、毒沼毒沼来るか。ちょっと待って、バックン邪魔しないでくれ。え、これどうすんの、これどうすんの、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 これ入れるのか。ちょっと待って、毒沼、あー、ちょっと待って、毒沼、あー、ちょっと待って、毒沼、あー、オダブツ、ちょっと待って、ここ毒沼がすごいな、難しい。あれ一体どうするんだろう。とにかく急いでいくんだ。他の珍しくないものしかなかったし、珍しいものとかにも全部目移りするな。急いでいくんだマリオ、急いでいけばきっと脱出する方法があるはずだ。なんか脱出になって、脱出脱出というか奥に行く必要があるんですけどね、奥に行く手段があるに決まってる。それしかもう考えられないんですけど、とにかく急ごう。さあ急いでるぞ、今いい感じに。ここをね結構急いでても時間かかるからね、ここが難関ですよ。よし、まだ毒沼は下に見えてないぞ。いい感じに急いでる。オッケー、このねキノコ違うからね、関係なかったんだよ。とにかく急ごう、ここはまだ来てないか。オッケーオッケーオッケー、いいぞ、いいペースだ。ここはね大きい状態だったら壊せるから。え、あそこになんか、こっち戻れってことか。今ブラックパックがいた、あそこか、なるほど、オッケー、これで上に行ける。そしてまだ上に、はいはいはい、そしてワンナップ、
やわなプトテルバじゃないけど、このキノコじゃないみたいだな。他には？他にはないか。オッケー、抜けれた？よし、オッケー。ふう、ここの毒沼は上がってこないみたいだな。よかった、怖かった。おっと、危ない。このブロック壊れたけど何も入ってなかった。よし、とにかく急ごう。いや、花ちゃん、ここら辺に毒沼を先にキノコがあるって聞いたんだけど、知らないかな。そんなの知りませんね。僕はね、ここ行ったり来たりしてるだけだからね、知りませんね。そうだよね、みんな大体行ったり来たりしてるだけだもんね。お、ゴールポール。よし、この先にきっとそのドクターカミックの言うキノコがあると思うんですけど、こっちかな。よし、こっちに違いない。なんとかこの毒沼のコースの奥まで来たんだが、ここにその何かルイジを助けるためのアイテムがあるはずなんだけどな。どこにあるんだ。おっと、あれは、あれはなんか怪しいぞ。これじゃないか。なんかちょっと毒キノコみたいだけど、まあ毒沼の先にあったキノコだ。そう見えるだけでしょう。多分これがそのとんでもない熱を下げる薬になるんじゃないか。よし、これをドクターカメックの元に持ってってルイジを治してもらおう。いやー、確かに難しいコースであったが、なんとかなったぞマリオ。いけるよね、やっぱり。うん、いけるんだよ。いや、いけるよね。いや、結構楽しいコースだったしね。いや、まあ楽しいっていうか、ルイジを助けたいと思って、そういう気持ちでね、すごい、そういう気持ちだったんだよ。楽しんでない、楽しんでない、そういう気持ち、助けようと思った気持ちがすごかったの。ドクターカメック取ってきました。例の毒キノコじゃなくて、なんかこうキノコ薬になるやつです。いやー、兄さん、どうしたんだい、そんなに慌てて。ひひ、おお、無事に取ってきましたか。いやいやいや、それはそれでいいんですけどね。ちょっと待ってくださいよ。どういうことですか。ルイジが元気ピンピンじゃないですか。で、どういうわけですか。ちょっと説明してくださいよ。いやー、それがね、もうね、笑い話にしかならないんですけどね。はい、はいはい、これ見てください。これね、これぶっ壊れてました。もう笑い話でしょ。ぶっ壊れてたから 88.8 度なんて表示ずっと出てるんですよ。もう笑うしかありませんよ、これ。面白いや、全然笑えないでしょ。どういうことですか、それは。壊れてたって。じゃあ何のために。とりあえず、じゃあこの取ってきたやつは、ほら、他の人にも使えるかもしれないし。あ、これ、あー、これはあれだね、うん、毒キノコだね。危険だね、こんなの飲ませたら死んじゃいますよ。だからちゃんとね、こちらで問題なく処分しておきますんで。はいはい。なんだよこれ、何しに行ったんだよマリオ。毒キノコって、毒沼のコースクリアして頑張ってね、頑張って毒キノコ取ってきただけって、どういうことだい兄さん。まさか僕をその毒で。いや、そんなわけないだろう。ルイジがね、とんでもない熱が出たと思って、その毒沼のコースにある奥の方にあるキノコを取ってくれば治るって言うから取りに行ったんだよ、わざわざね。なるほど、そういうことだったのね。まあ僕はただのね、あれでしたよね、あれ。あ、そうただの風邪でした。いや、もうほんと笑い話、もうほんとにウケる。これぶっ壊れてただけ、ウケる。全然ウケないでしょ。まあいいけどね、もう。はい、ということで今回はマリオメーカー2で遊んでみました。毒沼のコース難しかったんでね、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それじゃあ今回の動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナファミリー、他にもたくさん動画があるんで、ぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた、バイバイ。